こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日は喉が痛い時に風邪薬を飲めばいいのか、葛根湯を飲めばいいのか、そのね、使い分けを説明していこうかなと思います。皆さんですね、喉が痛い時って結構ありませんか？僕も風邪をひいた時は必ず喉から来るんですね。もう喉がバーッと痛くなってきて腫れちゃって、その熱まで出る、だいたいそんなパターンでいつも風邪ひくんですが、皆さんね、結構喉の方多いと思います。で、喉が痛くなった時に、まあ、特に今の時期なんかはね、コロナウイルスですとか、あとはこう寒暖差が非常に強かったりとか、そういったことで普通の喉の痛い時よりもちょっとより恐怖感をより感じると思うんですよね。なので、よりね、こう早く喉の痛みを取りたい、そんな風に思ってる方がたくさんいるんじゃないかなと思います。そこで、皆さんが手軽に多分できる方法としては、まあ、ドラッグストアに行って何かしら薬を買う、これが手軽にできる方法だと思います。その中で総合風邪薬を飲んだ方がいいのか、もしくは葛根湯を飲んだ方がいいのか、これがですね、皆さんなんとなくの感覚で決めてると思うんですよね。なので、ここは鍼灸師の私の立場からアドバイスしようかなと思います。まず選ぶポイントで、一番大切になってくるのは、風邪を早く治したいのか、それともとりあえず風邪の症状を抑えて明日明後日を乗り切りたいのか、それによって、使い方が変わってくるなと思います。風邪薬の場合ですと、症状を治すものではなく、症状を抑えていくっていうようなイメージのものになります。ですので、明日どうしても大事な会議があるとか、今日はもうどうしてもとか、そういった場合には風邪薬でしっかりと症状を抑えて、なんとか乗り切るっていう方法がおすすめになります。ただ、これもですね、デメリットがあって、これも私の経験値なんですが、風邪薬を飲むと、風邪がね、長引くんですよね。よくね、風邪ひいた時発熱すると思うんですけど、発熱には意味がありますよっていうふうに聞いたことあると思います。やっぱり熱が出ていたりとか、炎症が起きているっていうのは、ある種、その病原菌とか風邪と戦っているサインでもあるんですね。なので、その戦っている状況っていうのを無理やり押さえつけてしまうと、風邪がね、長く体の中にいてしまうので、長引かせることになってしまいます。で、僕なんかはもともと鼻もすごく悪かったので、風邪を長引かせてしまうと、そのまま副鼻腔炎に移行したりとかで、結構散々な目に今まであってきたので、僕はあまり風邪薬は飲まずに葛根湯とかでなるべく早く治す方をチョイスしたりしてます。ですので、今言ったように葛根湯っていうのは、風邪を治したいなと思う方は、葛根湯をぜひ選んでいただければなと思います。で、葛根湯なんですけども、これもですね、よく CM とかでやってると思うんですが、風邪の引き始めに葛根湯みたいなキャッチフレーズありますよね。多分皆さんそういう認識だと思うんですね。ただ、葛根湯については、風邪の引き始めにもちろん効くんですが、それ以外の決定要素、こういう場合は葛根湯飲んだ方がいいですよっていう要素がいくつかあるので、それも紹介していこうかなと思います。葛根湯というのはいくつかポイントがあるんですが、そもそも葛根湯というのはどんな薬なのか、いくつも作用あるんですが、代表的なのをピックアップしていくと、まず一つ目は汗を出す薬ということです。もう一つは肩こりとかも改善してくれます。東洋医学の世界では、その風邪っていうのは結構肩こりと関係しているっていうふうに言われているがために、葛根湯っていうのは風邪に効きますよっていうふうに言われてるんですね。なので、厳密に言うと葛根湯が風邪に効くのではなく、葛根湯は肩こりの改善をすることによって風邪が早く治りやすい体にするだったりとか、特に風邪の中でも汗が出ないタイプの風邪、要はこう熱が体の中にこもってしまったりとかして、なかなかこう汗が出ないなっていうタイプの風邪は、葛根湯がものすごく効くんですね。これ汗を出してくれるので、熱を発散してくれたりとかして循環が良くなるんですね。ですので、そういった形で汗が出す薬だったりとか、肩こりとかを改善するものになってくるので、風邪ひいちゃったなーっていう時に、この2つの要素が当てはまる場合は、もう間違いなく葛根湯を選んだ方が治りが早いと思います。なので、このような基準から総合風邪薬と葛根湯っていうのをちょっと使い分けてみていただくと、喉の痛みもすぐ引きますし、風邪も早く治るんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これもよくいただく質問で、トローチとか喉飴ってどうですかっていうふうに質問いただくんですが、それは別に全然舐めても構わないです。ただ、うちにいらっしゃる患者さんの多くの方で、上咽頭炎っていう方がいらっしゃいますが、上咽頭炎で悩んでる方、で、かつ風邪ひいちゃったよっていう方は、喉飴とかっていうのは避けた方がいいので、そこはね、ちょっとごっちゃにしないようにしていただければと思います。
一般的な風邪の場合でしたら、喉飴とかトローチ、特にトローチですと殺菌作用があるので、これ以上風邪をひどくしたくないなっていう時にはすごくいいんじゃないかなっていうふうに考えてます。あとですね、葛根湯の別の使い方っていうのがありまして、さっきも言ったように葛根湯っていうのは汗を出す薬と肩こりを改善する薬って言いました。なので風邪の時しか飲んじゃいけないってわけじゃないんですね。普段から体の中に熱がこもりやすい人、もしくはのぼせやすい人だったりとか、汗が出にくい人で、なおかついつも肩凝ってんだよねとか首が凝ってんだよねっていうような人、これは実は葛根湯を飲むと改善することが結構多いので、そういった方も葛根湯をぜひね常用していただくといいんじゃないかなと思います。やっぱり薬と違って葛根湯はね、飲みすぎてもそこまでは副作用はないので、それは心配ないんじゃないかなっていうふうに思います。あとは錠剤と粉と液体、葛根湯3種類あると思うんですが、どれにしたらいいの？これもたまに聞かれます。これはですね、もう飲めるやつ何でもいいです。ただ液体と粉、錠剤、それぞれの効くまでの時間っていうのは違ってきます。液体の方が早く効いて、でその次に粉で、最後に錠剤っていう順番で早く効いてくるので、なるべく早く効かせたいよ、今すぐどうにかしたいよっていう場合は液体の方をお勧めします。で、肩こりを常日頃改善していきたいなっていう人は錠剤でもいいんじゃないかなっていうふうには思いますので、中にはね粉飲めないっていう人もいるので、そこはご自身の好みで決めていいと思いますので、それをね基準にちょっとやってみてください。こんな感じでこのチャンネルでは耳鼻科に関する情報を出しております。少しでも役に立ったなっていう方はぜひこの高評価ボタンとね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまたお会いしましょう。